はいどうも、たらこです。えー、昨日ね、ワンマンライブが終わって、まあ、えー、ライブが、まあもう、ちょっとの、まあ、ないってことで、昨日来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。ということでね、あのー、まあ、ちらほらと、まあ、行く先々、まあ、ライブが終わってからなんですけど、えっ、ー、と、まあ、言われてたことよりも違って、何えー、いつも通りで、前と変わらずで、本当に、 よかったです。ライブを大事にしてる人でよかったですっていうふうに言われて、まあ何のことなんだろうと思ったら、なんかね、結構ね、憶測というか、噂というか、なんか勝手に悪口を言われてるらしくて、まあそれについてちょっとね、喋りたいなと思うんですけど、まあもう終わっちゃったんだけど、まあだからまあ相手かな。うん、相手なんですけど、まああのね、そうやってね、なんか俺の、 俺が発してもいないことが、なんかすげえ噂になってて、俺は一言もそんなこと言ってないんだけど、なんかね、あの、ま、みんなね、常々ライブハウスに、お世話になってるライブハウスに恩返ししたい恩返ししたいって言ってるけど、ライブハウスに恩返しするって、ま、一体どういうことが皆さん分かってんのかなと思って、うん。なんで俺がこういう風に違うことをやり始めたかにも繋がってくるんだけど、あのね、あの、いい音楽、 していくっていうのも、まあもちろんそういうことなんだけど、結局はさ、あの、ライブハウスに、お客さんを集めるっていうことが、たくさんのお客さんをね、お世話になってるライブハウスに集めることが、一番の恩返しだと思うんだよね。要するにまあ売れるっていうことでうん。あのね、だから自分でさ、えー、飲み食いしてさ、お客さん集まんないからっ,つってって、それは恩返しではないんだよね。うん。あの、 自分でそうやってお金払ってお金を落とすんじゃなくて、いっぱいお客さん集めて落としてもらう。うん。それが、要するに一番ライブハウスの人たちが喜ぶことなんだよ。だから俺こういう活動をし始めたの。このまんまじゃ限界があるなと思ったから。でね。あの、多分みんなはさ、売れたりしたらいい生活したいとか、いい車乗りたいとか、いいとこに住みたいとかって思ってるかもわかんないけど、 俺はそもそも考え方が、まあ、違うんだよね。うん。あの、俺はその稼いだ金で、またその金を使って、ええー、たくさんの人の心を動かしたいと思ってるわけよ。うん。だから今日暮らすためにお金を稼ぐんじゃなくて、えー、そういった活動じゃなくて、その稼いだお金を、次のまたライブに使いたいの。またたくさんの人たちをこう、心をね、動かすために。 だから、そもそも、俺の口から何にも聞いてないわけでしょ。何にも聞いてないのに、えー、ライブにも聞きにも来てないし、俺のライブも見てないわけでしょ。で、なんかそういう勝手なことを、なんかベラベラ喋ってるやつが多々いるらしいのよね。うん。俺ね、あの、先輩とかには、そういったことを全く一切言われてないの。実際、まあ、ライブ会場、ライブ見に行ったりも今してるから、あって、あの、むしろ、 いろいろ聞かれる。うん。それって実際の YouTube ってどうなのとか、ライブ発信ってどういう感じなのとか。あの、何にも俺から話も聞いてないのに、勝手な憶測で話するやつ。そういうやつのことも浅はかなんだよね、本当に。浅はかなやつなんだよ。でさ、そんなやつのさ、ライブにさ、そもそもさ、誰が心打たれんのっていう話。そんな浅はかなやつのライブに、うん。もうね、本当にたくさんの街行って、えー、本当に、 大変な時もたくさんあって、えー、止めてさしてもらったりとか、えー、ご飯ごしそうさしても、さ、してもらったりとか、お酒をおごってもらいたいとかね。もう多分、今のまんまずっとライブ続けても、またそういうお世話になってしまうことばっかりだと思ったから、俺はいつ恩返しできるんだろうなと思ったの。まあ、向こうもボランティアじゃないから。言ったら、経営がダメだったら、えー、店は潰れちゃうんだよ。うん。で、やっぱちょっとでも恩返ししたいんだったら、 やっぱ、自分が売れることだと俺は思ったから。うん。で、それにね、やっぱ、甘えてるうちは、やっぱ、クソダサいなと思った。うん、正直に。うん。だから、お世話になった人たちにね、恩返しをしたいんだったら誰もやってないこと。自分だけの道を作ろうと思ったの。そう。だからね、そうやって文句言ってるやつもね、お前らもね、自分の道をね、作ればいいだけの話なの。 誰もやったことないことだから批判が出るのはすげえわかってる。だけど、こうやっていろいろ言われ始めたっていうことは逆に言うと、1年やり続けてきて、こういう活動をね、自分でプロモーション打って、広告打って、やり始めて、やっとそうやってざわついてくれるようにはなったのかなっていうふうに、まあある程度の一定の効果が出てきたんだろうと思ってんだけどう、ただね、それ全然そんなこと言われてるの知らなかったから、人の文句だからいつでも言えるのよね。うん でもさ、今はさ、そんなことしてる場合じゃないでしょ俺も、お前も。うん。だから、今一度考えてみてほしいかなと思う。うん。そもそも、そう。だから、言われてるの知らなかったし、えー、俺はお世話になった人たちを恩返しをしたいから、寝る暇も削って今、必死になってやってるわけよね。だから、人の文句を言うとか、そういうそもそも観点が、憶測で話するとか、全く頭にはないんだよ。うん。 人のことなんかだからそもそも気,気にもしてなかったの。うん。だからそういうことを言ってるうちは多分、そいつも無理だろうし、その、なんか、かなりおずっとなんかたくさんの人が言ってるらしいんだけどね。まあだから、うん、まあ、ずっとその、そのまま言っとけばいいんじゃないのかなって思うし、俺はもう、あの、来年売れます。はい。全く気にもしてなかったんで、ちょっとだからびっくりしましたね。だから、 逆にお店の人たちが気を使ってくれてるっていう状況だったから、うーん、そうびっくりしました。そんな話になってたなんて。まあね、あの、俺はお前らみたいに、あの、人のこと気にしてる場合じゃないから、はい、えー、自分のね、活動を、自分のファンも大事にして、活動もお世話になった人たちにいずれ恩返し、えー、していきたいなと思ってます。はい、今日はそういった動画でした。タらコでした。